事態がやはり大きな、えー、この作品の責任感だと、えー、感じますので、えー、手にも背中にも乗っか,かった大きな責任だと感じております映画怪物は小学校での喧嘩から起きた騒動を子供、親、教師の視点から描き怪物とは何なのかを問いかける物語です脚本賞のほかにも クヤパルム賞も受賞しています。